アリス・シュレジンガーは、イスラエルのテルアビブ出身の女子柔道家。身長は165センチメートル。2014年に国籍をイスラエルからイギリスに変更した。2004年のヨーロッパ化で選手権57キログラム級で優勝すると世界ジュニアでは3位になった。その後、階級を63キログラム級に上げた。2008年北京オリンピックでは2回戦で。 フランスのリュシドコスに有効で敗れた。2009年の世界選手権では地元オランダのエリザベト・ウィル・ボーダスに合わせ技で敗れるものの3位となった。2010年の世界選手権では準々決勝で日本の上の順下に指導にで敗れるなどして5位に終わった。2011年の世界選手権では2回戦で敗れた。2012年には国内のライバルであるヤーデン・ジェルビに競い勝って、 ロンドンオリンピックに出場するが、準々決勝で、スロベニアのウルシカ、ジョルニルに、腕座十字型で敗れると、敗者復活戦でも、フランスのジブリズ・エマヌに、指導2で敗れて7位に終わった。その後、イスラエル柔道連盟は、シュレジンガーの恋人であり、コーチでもあるパベルも新の給料を切り下げた。また、オリンピックの結果を踏まえて、 各個人よりも代表での練習を主体とするチームへ再編成することになった。シュレジンガーに対しても新しく女子ナショナルチームの監督となったゼルビのコーチでもある社にヘルシコの下で指導を受けるように指示した。シュレジンガーとモシンはこの決定に奮撃した。しかし、それでも一時はナショナルチームに加わったが2013年に ブダペストで開催されたヨーロッパ選手権の旅費をめぐる金銭トラブルからチームを離れることになった。その後、世界選手権でライバルのゼルビが優勝するとシュレジンガーはイスラエル柔道連盟は2016年のリオデジャネイロオリンピックに誰を出場させるかすでに決定していると主張した。その点についてはロンドンオリンピック終了直後に会長のモシェポンティにも言われていたことだという。 各してシュレジンガーは再出発を図るために国籍変更を決めた。対立関係にあるイスラエル柔道連盟がそれに同意して状況が整えば母親の出身国であるイギリス代表になることも可能となる。2014年4月にはイスラエル柔道連盟がイギリスへの国籍変更に同意したために12月にはイギリスの国内選手権6 3ラム級に 出場して優勝を飾った。イギリス代表として出場した最初の国際大会である2015年のヨーロッパオープンソフィアでは決勝で日本の疲ね恵みに技ありで敗れて2位だった。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは2回戦で敗れた。なお2013年にはクラッシュの世界選手権6 3ラム級と サンボの世界選手権 64kg 級でそれぞれ優勝している。加えてユニバーシアードのベルトレスリング 66kg 級でも優勝した。2014年にはサンボの世界選手権 64kg 級でに連覇を達成した。アイフ世界ランキングは788ポイント獲得で16位。以降は 63kg 級での戦績。ありがとうございます。